今日4月28日、現状の尾瀬ヶ原の速報ということで、急遽ね動画を作ってみました、皆様の参考になれば幸いです。おお、だいぶできてきた。人多いですね。天気もいいんでね。記念に。どこ出ちゃう？いいよ。大丈夫。はい、おはようございます。カババです、今日はですね、4月28日日曜日ですね、ゴールデンウィーク2日目ということで、まあ、天気もいいこともあってですね、ここ鳩町峠はですね、まあ、ものすごいね、人で溢れてます。まあ、新しい鳩町山荘も今度鉄骨になるんだね、今まで木造だったけど、まあそんな感じでね、最新の情報ということでダイジェストでねお届けしたいと思います。今日はどちらまで行かれるんですか？私物まで行きます。あ、私物登るんですか？はい。あ、ご苦労様です。もう俺は疲れちゃうんで、ここ下ってね、尾瀬ヶ原で、なんか美味しい山ご飯でも食べようと思います。じゃあ頑張って。はい、頑張って。今日はね、こう、私物山の登り口がこっちなんですけど、こっちがね、尾瀬ヶ原に降りる降り口。まあ大体割合とすればね、9対1ぐらいかな。ということで圧倒的に私物に向かう方が多いんですが、あと一月もするとね、もう尾瀬ヶ原歩く方の方が圧倒的に多くなるんで、今日は下調べも兼ねてね、もう尾瀬ヶ原の方に下っていきたいと思います。ないな。ではここから下りになります。おお、スーッと行けるかと思った。え、山の花までスーッと行けるかと思った。踏み抜き注意だね。うん、踏み抜き注意。はい、完全にね、峠から下ってきました。こっから先はほぼ平らになってね、ずっと歩いていくと、川上川の橋を越えて山の花に着きます。まあ、こっから先はね、チェーンアイゼンなくてもいいんだけど、ただよく踏まれてるんでね、滑ることはないと思います。おお、根開きしてきたね。うん、はい、天満沢ですね。いやー、いいね。俺ここ本当大好きなんだけど、あ、木道がね新しくなってる。確かにこの天満沢あたりはね、結構木道が壊れてたんで、ほら、2023年だね、去年。はい、この先はね、水芭蕉で有名な、天満沢湿原という水芭蕉の群生地があります。さあ、少し目吹いてるかな。楽しみですね。よいしょ。はい、はい、こっちが上流でね、こっちが下流です。まあ、この先ね、ヨッピ川なんて呼ばれるんですけど、この川は。はい、川上川の橋をね渡り切りました。ここから先はね、もう尾瀬ヶ原へと続く平地です。はい、山の肌に入ってきました。おお、結構ね、雪中テントやってる人いるね。
はい、ここがね、ビジターセンターですね。おお、結構張ってるね。10針ぐらいありますね。はい、目の前はね、休憩所と私物山荘ですね。で、あそこがね、トイレです。公衆トイレ、使うときはね、100円入れてってください。まだこんなに雪があるわ。はい、こっちがね、私物山荘です。メープルマーガリン、いただきます。はい、ということでございましてね、一息入れて、今から尾瀬ヶ原に突入したいと思います。はい、尾瀬ヶ原の入り口のね、いつもの看板ね、冬だとね、ここがこんな風になっちゃうんですよ。はい、こっちもね、山小屋ですね。はい、ここから先はね、ずっと雪原です。ずっとこんな感じです。まあ、木道に雪はないですね。何年か前来た時はもうここら辺までね、雪がバーって積もっちゃって、まあその時はね、このサイドも積もってたんで、この脇を歩いたんですけど、もう今年に関しては、まあ、木道の上の雪はね、全部まあ溶けちゃったようなので、安心して歩けそうですね。ここはね、逆さ火打ちが見れるポイントなんですけど、ちょっと風が吹いてるんでね、波打っちゃってるけど、あ、でも、あ、これいいじゃない。うん。ないでる、ないでる。はい、ここがですね、牛首分岐ですね。ここはね、こんな感じで、まあベンチがいっぱいあるんで、休憩のスポットになってます。はい、こっち行くとね、よっぴつり橋の方に行きます。で、この分岐を越えると、まあ、この先にね、まあ、巨水林があるんですけど、その手前、あの辺りですね。あの辺り。私物山を撮るのに、もう絶好のスポット。よくね、まあ、カレンダーとか、はがき、昔で言えばね、絵はがきとかになった場所なんですけど、下の大堀川っていうのがありましてね、僕も動画のサムネにね、たまに使うんですけど、ものすごい素晴らしいとこです。まあ、ちょっと行ってみます。
はい、牛首分岐からね、だいたい10分か15分かな、歩いていくとこういう分岐があります。まあ、何も書いてないけどね。あ、ここに書いてある、下の大堀川水場所群生地、これね。おなんか白いのがね、ちらほら見えるぞ。おまあ年によってね、まあ早い遅いもちろんあるんですけど、あらららら、あら、かわいい水場所が。はい、ちょっと拡大ニュ、あー出てますね。ちょっと近寄ってみましょう。正面ね、渋津さんです。おお、いいんじゃない？これはこれでね、まだ全然生え揃ってないけどね。まあ、生え揃ってって言い方あれだけど。いやー、素晴らしいんじゃない？この時期とすればね、こんだけ株が開いてれば、上出来。いやー、綺麗だね。これはいいわ。はい、というところでございましてね。下の大堀川。僕ら撮影してたら、まあ、いろんな人が来ましてね、盛り上がってました。ということで、この先ね、この先、竜宮で次に、竜宮から30分ぐらい歩くと見晴らしなんですね。で、見晴らしっていうのは日内ヶ岳のふもとなんですけど、この調子だとね、もう木道に雪がかかってるところはもうないと思います。まあ、こんな感じでね、もう本当に、もうカサカサに、なんだか乾いてますんで、歩くにはもう全然ね、支障がないと思います。むしろ気をつけるところは、鳩町峠からの下りのね、雪の斜面や、あとは山の花に降りるまでの、まあ、凍結して濡れた木道。あと川上川の橋の先のね、ちょっと雪が深いところ。まあその辺だけ気をつければ問題ないと思います。はい、というわけでございましてね、今日4月28日、現状の尾瀬ヶ原の速報ということで、急遽ね動画を作ってみました。皆様の参考になれば幸いです。